はい、皆さんおはようございます。4月3日水曜日エレモネの時間です。佐々木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おはようございます。4月になりました。皆さん、おはようございます。4月3日水曜日になりました。 LA モーニング、今日もロサンゼルス・トーランスのスタジオからインターネットを通じて全世界に生放送いたします。水曜担当パーソナリティ幸でお送りします。4月になりました。日本では新年度を迎えましたね。4月1日月曜日、いろいろな会社で入社式の模様がニュースで流れていましたね。新しい春、どのようにお過ごしでしょうか。変わりまして、アメリカの方は今春休みになっている学校多いと思います。思い思いの皆さんの過ごし方で、ご家族で、またお友達で、行楽日和の春なども皆さん楽しんでいただいていると思いますよ。しかし寒いんですよね、ロサンゼルス。もう4月になりましたのに、なんでこんなに寒いんでしょうか。ちょっとね、こうヒヤヒヤっと寒い日々が続きまして、実は今週もまた雨の模様になりそうなんですよ。その辺のところ、天気予報でお伝えしたいと思います。ですが今日は晴れてますよ。それではお天気情報参りましょう。LA カウンティ、オレンジカウンティともに今日は晴れです。しかし降水確率、木曜日、金曜日、明日、あさってと出ているんですね。 LA カウンティは木曜日、金曜日 56%、54% の降水確率です。オレンジカウンティは木曜日、金曜日 58%、54% の降水確率となっています。今日は雨が降る予想は出ていません。今日は一日とてもね、良いお天気で晴れのマークが続いていますよ。現在の気温です。ダウンタウン LA は華氏55度、摂氏13度。オレンジカウンティは華氏51度、摂氏11度。予想最高気温です。ダウンタウン LA は華氏75度、摂氏24度。オレンジカウンティは華氏72度、摂氏23度です。良いお天気になりそうですね。今日の日の出、日の入りの時刻です。
ロサンゼルスカウンティは、日の出は午前6時33分でした。日の入りは午後7時16分です。オレンジカウンティは、日の出は午前6時35分でした。日の入りは午後7時16分となっています。今日はですね、私、もし今日天気がこのまま持つならば、サウスコーストボタニカルガーデンっていうのがあるんですか？私行ったことないんですけれども、今日の午後お友達とちょっと行ってみようかななんて思っていますよ。さあ、それでは405番、サウスに乗って、サウスベイの方に私はこの午後向かいますけども、サウスコーストボタニカルガーデンっていうんですかね。さあ、交通情報いかがでしょうか。それではまずは、ノース方面です。405番ノースセブルブラブルバードから105番イーストにかけて9マイルから25マイルです。セントラル方面です。110番ノース9番ストリートからセンチュリーブルバードまで14マイル以下で流れています。5番ノース、110番ノースから710番のノースまで長い渋滞となっています。ウエスト方面です。405番ノース、レドンドビーチブルバードから110番ノースまで、渋滞が厳しくなっております。そして10番ウエスト、アーリントンアベニューからナショナルブルバードまで7マイルから24マイルです。今のところですね、事故の報告は入っていません。路肩で処理を行っているという報告が入っています。105番ウエスト、ロングビーチブルーバードの付近で、事故発生で路肩で処理を行っているということです。そしてこちらが7時10分の報告でした。5番のノースバイオニアブルーバード付近、事故です。カープルレーンがブロックとなっております。こちらは、サウスベイ方面の渋滞、短いんですがビーチブルーバードからユークリッドストリートまで、20マイル前後で流れています。どうぞこの後も安全運転でお気をつけて。時刻は8時5分です。この後はコマーシャルを挟んでニュースヘッドラインをお送りします。TJS Radio from Los Angeles, California. California. アメリカの不動産なら、アズサウェアウティマです。不動産のプロをお探しの方は、ぜひご連絡ください。ロサンゼルス、サウスベイ、オレンジカウンティを専門に取り扱っています。新築、物件やリース、そして賃貸のことも日本語または英語でお気軽にご相談ください。丁寧にお客様のご要望にお答えいたします。電話番号 310-806-1131 310-806-1131 大岡優までお願いいたします。時刻は8時7分です。ニュースヘッドラインをお送りします。台湾中央気象局によりますと、3日午前7時58分ごろ、台湾東部沿岸を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生しました。震源に近く震度6強を観測した東部花蓮で9人が死亡し、各地で計934人の負傷者が確認されました。被害は拡大する可能性があります。中央気象局は記者会見で、2400人以上の死者を出した1999年以来、
最大規模の地震だと説明。今回の揺れが本震とみられますが、3日から4日以内に大きな余震が起こる可能性があると指摘しました。これまでに日本人の被害は確認されていません。中国政府で台湾政策を担う報道官は3日、台湾東部沿岸を震源とする地震の発生を受け、救援の意向があると表明しました。これに対し、台湾当局は同日、必要ないとして中国側の申し出を断りました。台湾統一に向けて利用されることを警戒したとみられます。台湾の中央通信社によりますと、台湾で対中政策を所轄する大陸委員会は謝意を表しながらも、中国大陸側に災害救助に協力してもらう必要性はないと突っぱねました。パレスチナ自治区ガザで食料支援を行っていた国際NGO ワールドセントラルキッチン WCK の職員7人がイスラエル軍の空爆で死亡した事件について、ハレビ軍参謀総長は2日、対象を誤認したことによる間違いだった、ワールドセントラルキッチン職員への意図しない攻撃を申し訳なく思うと述べ謝罪しました。ハレビ氏は動画を公開し、人道支援に従事する人々を守るためにより多くのことがなされるよう即座に行動を起こすと再発防止を誓いました。発生から間もない段階で誤爆を認め、責任者が謝罪することで国際的批判を和らげる狙いと見ています。国連によりますと、昨年10月のガザでの衝突発生以降、今回を含め少なくとも196人の援助関係者が死亡。イスラム組織ハマスは物資の配給場所を標的にしているとしてイスラエルを非難しています。日本のニュースです。小林製薬の紅麹の成分を含む健康食品を摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題で、厚生労働省は2日の時点で体調に異変を感じるなどして延べ998人が医療機関を受診し、延べ177人が入院したことが小林製薬からの報告で明らかになったと発表しました。小林製薬の紅麹の成分が含まれた健康食品をめぐっては、摂取した後腎臓の病気を発症するなどしてこれまでに5人が死亡し、全国で健康被害の訴えが相次いでいます。このほか、先月29日に設置された厚生労働省と消費者庁のコールセンターに、2日までの5日間で合わせて2611件の相談が寄せられたということです。コールセンターの電話番号は 03-3595-2760 で、午前9時から午後9時まで、土日や祝日も相談を受け付けます。厚生労働省は各地の保健所などとも連携して被害の確認を進めるとともに、引き続き健康被害の原因について調べることにしています。小林製薬は来年度、新卒の学生などを50人程度採用する予定で採用活動を進めていましたが、休止したということです。休止の理由については、一連の問題を受けて総合的に判断したとしています。応募していた学生に対しては、先月29日から30日にかけ、インターネット上の採用サイトなどですでに休止を伝えたということです。小林製薬は、採用活動の再開について、今後の状況を見ながら検討するとしています。不法です。
クイズ、おもしろゼミナールなどの司会で活躍し、著書、気配りの進みがベストセラーになった元 NHK アナウンサーの鈴木健二さんが3月29日、老衰のため福岡市の病院で亡くなりました。95歳でした。葬儀は近親者で済ませました。喪主は妻の英子さんでした。東京都出身。青森弘前校を経て東北大を卒業し、テレビ放送を開始前年の1952年 NHK にアナウンサーとして入局。東海道新幹線の開通やアポロ11号による人類初の月面着陸など歴史的な中継を担当しました。こんにちは奥さん、歴史への招待などの教養バラエティ番組で達者な司会や博識ぶりで人気を集め、クイズ面白ゼミナールは最高 42.2% の高視聴率を記録。紅白歌合戦の司会も3回務め、NHK の顔として親しまれました。著書も多く、82年に刊行した気配りのすすめは、国民的な大ベストセラーになりました。チーフアナウンサーから専門職では初めて理事待遇に昇格しました。88年の NHK 退職後は、熊本県立劇場や青森県立図書館、近代文学館の館長などを歴任しました。1984年の紅白歌合戦では、歌手を引退するとして大トリを務めた都はるみさんに、鈴木さんが私に1分間時間をくださいと語りかけ、アンコールを求めた場面が長く語り継がれました。映画監督の故鈴木清純さんはお兄様です。ご冥福をお祈りいたします。それでは株と為替の値動きです。今朝のニューヨーク株式市場ダウ工業株30種平均は、昨日の終値と比べ76ドル85セント高い39,247ドル9セント。ナスダックは昨日の終値と比べ 71.29 ポイント上がって16,311.73 ポイント、 SP500 は昨日の終値と比べ 19.44 ポイント上がって 5,225.25 ポイント。 現在の外国為替市場は1ドル151円74銭で推移しています。以上ニュースヘッドラインをお送りしました。時刻は8時16分です。進出、オフィスリースをサポート。日本全国にある自社ネットワークを活用した日本帰国時の住宅斡旋まで行っています。ロサンゼルスの生活が長く経験豊富な日本人スタッフが対応します。不動産に関するご相談はどうぞお気軽にご連絡ください。電話番号は 310-782-7877 まで。ロサンゼルスの不動産のことならスターツへ。
ロサンゼルストーランスのスタジオからインターネットを通じて全世界に生放送しております LA モーニング、水曜担当パーソナリティサチでお送りしております。このインターネットを通じてということですので、 YouTube でも同時に生配信しております。ご覧いただけますよ。 YouTube-TJS ラジオで検索してみてください。チャット機能がございますので、どうぞ参加してみてください。チャット機能は文字でのおしゃべりなんですね。世界中にお住まいの皆様、どうぞこの1時間だけなんですよ。ライブで放送しております LA 時間の8時から9時までの1時間だけ皆様方で直につながることができます。チャット機能でどうぞお話をしてみてください。世界中に日本人の方たくさん住まわれていると思います。そしてこの LA モーニングもたくさんね、聞いていただいております。ありがとうございます。よろしかったらちょっと気分いつもと違うことやってみようかなみたいな感じで、本当に気負わずにどちらからでもアクセスできますのでね、インターネットの環境があれば何にも話題はいりません、今日はこうだった、ああだった、今日はこうします、昨日こうでしただけでもいいですし、こんばんは、こんにちはだけでもいいですよ。世界は丸い回ってますので、朝昼夕方晩ね、その土地土地で今何時かなというのが本当にくる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 変わりますので、その辺のところも、あ、世界の人とつながってるかなっていうのはね、いう感じで本当にこう臨場感がある、この1時間どうぞお楽しみください。さ、それでは今日も、はい、チャット機能の方に入っていただいている方ご紹介しますよ。今日の一番乗りはわさびのオーナーさんです。おはー、おはようございます。まだお仕事の前でしょうかね。いつもありがとうございますね。いつも楽しく聞いていただいております。ありがとうございます。そしてマーク泉さん、おはようございます。今日のオレゴンポートランド、なんだろう次読みたくない、あ、曇りだ読みたくないっていうのはね、わざと今ねちょっと目をそらしたの。オレゴンのポートランドからね、いつもメッセージをいただいております。マークさん、雨が多いんですよね、ポートランド。今日は曇りですね。しかし寒いな。現在の気温下至40度、今日の予想最高気温55度ですか。今日からお天気下り坂、まだ雨にはなっていません。雨が降り始める前に馬たちを外で遊ばせてやろうと思っています。なるほど、そうですよね。雨降っちゃうとやっぱりお外は無理ですもんね。お馬さんたちもね、気持ちよくね、こう走り回ってくれると思いますよ。ありがとうございます。で、次、ちゃんちゃん、おはようございます。台湾の地震、早朝の早期の復興を願いますというふうにいただいております。本当に大きい地震でしたもんね。倒壊しているビルの様子なんかもいろいろと報道されております。台湾の方に津波の、ね、警報が出ていましたが、これは解除されましたね。次、スポットさんです。 おはようございます、はい、ニコちゃんマークと、これはニワトリさんとダイナソーだね、恐竜。次、屋根下のあやちゃん、 おはようございます。クマちゃんとさかなちゃんです。マークがついてますね。次、アローナイツカッちゃんさん、おはようございます。ケゾイレイさん新宿さん、皆さんおはようございますということで、はい、今私別名新宿幸子と申します新宿出身なもんで、クラブハウスという音声 SNS があるんですね。そこで、毎週ですね、 LA 時間の夜の8時から9時まで1時間、アクセスできる方、皆様で楽しくおしゃべりをしているというお部屋を持っております。サンセットラジオ from LA というお部屋です。私とサムさんと、そしてケイゾーさんと、日本からエイチさんという方、この4人でモデレーターになってお部屋を開いておりますので、よろしかったらどうぞ遊びに来てくださいね。そして、あたおかナンバーワンさん。これあたおかっていうの、頭おかしいとかいう風な言い方でしたっけね。
はい、なんかそんなお名前だそうでございます。お名前というか、あの言葉だそうでございます。またほら、わからない、うましらまぐいちゃん、皆様おはよう、はい、というふうにいただいております。うましらっていうのは何だろう、分かったら教えてください。うー、何だろう、分からない。またお母さん教えてください。分かってる方いらっしゃいます、いらっしゃいましたら他の方もぜひどうぞ。エレードライバーボブさん、サチさん、皆さんおはようございます。あ、イーストリエからトーランスまで1時間の道中、イーストリエからトーランス、そっか、サウスに走ってますね。ちょっと道が混んでる感じかな。あ、710番サウス、そうですよね。はい、まあ、天気がいいということで快晴ですということでいただいております。気をつけてくださいね。そしてマレーシアからエディちゃんさん、サツさん、そして皆さん、おっはー、クアラルンプール、あ、ライオなんですか。今日も頑張ってくださいといただいております、ありがとうございます。華氏82度で摂氏28度ということでしょうか。暑いですね。そして雷雨なんですね。わ、ちょっとムシムシする感じでしょうか。エスパチョもいただきました。エリーちゃんさん、ありがとうございます。続いて安川村さん、皆さんおはよ。サチさん、俺は昔家族で行ったけど、サウスコーストボタニックガーデンね、ゆっくり楽しんできてといただきました、ありがとうございます。そう、今日のね、午後まあ、お天気が良ければサウスコーストボタニックガーデンでいいんですね。はい、ちょっと行ってみようかなと思います。お花なんかもね、普通だったらもうね、綺麗に満開だと思うんだけど、どうなんだろう。 LA もね、最近寒いし雨も降ってるし、でも雨はお花たちにはいいのかな。ちょっと楽しみに行ってみたいと思います。マーク泉さん、消費者庁ってすいません、ちょっと先噛んじゃいましたね。はい、言いづらいですけどね、ちゃんと言いませんと、ありがとうございます。LA ドライバーボブさん、2時間15分かかるんですか、イースト LA からトーランスまで。ん、今日は2時間15分、あ、2時間15分ドライブをするんですね。いやー、2時間15分ってのはちょっと大変だな。どちらまで行かれるんでしょうかね。ドライバーのお仕事ですからね、お気をつけください。わさびの方の朝、これはアダオカナンバーワンさんの、コメントに、レスポンスですかね。アダオカナンバーさん、うましらということに対して、わさびの方さん、やばしらといただいてますよ。はい、コケトモ、コケトモじいさん、はい、僕は台湾にお店持っていたので昔の従業員に連絡しました。みんな無事でしたということです。よかったですね。あ、そうですか。いや、ちょっと心配ですよね。でも、あの従業員の皆様ね、昔の従業員の皆様全員ご無事でしたということです。コケトモじいさん、ありがとうございます。もうこういうのがやっぱりね、リアルに入るのがあのチャットのいいところですね。皆さんの状況ぜひ教えてください。あ、ドライバーのボブさん、2時間15分というのは自分のご自分の運転時間ではなくて、今日は2時間15分の LA モーニングということですね。はい、LA モーニングが2時間15分という意味ですというふうにいただいております。水曜日は LA モーニング1時間その後 LA モーニングパート2もありまして、まあ、だいたい2時間15分楽しんでいただけますよ。はい、そうなんです。そしてまた赤岡ナンバーワンさんから入りましたよ。合併もうね、私意味がわからなくてごめんなさい。発音もこれでいいのかわからないんです。とにかくの書いていただいているメッセージそのまんま読んでますので、はい、赤岡ナンバーワンさんから合併といただいております。さあ、わさびのオーナーさん、これでお返事が来るんでしょうかということで、チャット機能皆さんどうぞ楽しんでくださいね。またメッセージ、メールの方、ラジオアットマーク tjsla.com、 また TJS ラジオのウェブサイトリクエストフォームからもお寄せいただけます。 X も募集しておりますよ。水曜日は LAMWE、 ハッシュタグ LAMWE でどうぞよろしくお願いいたします。
この後も LA 時間9時までサチでお届けしております。 LA モーニング、どうぞお楽しみください。時刻は8時28分です。ビールと泡のベストバランス、ご存知ですか？炭酸が抜けるのを防ぎ、美味しさをキープする泡とビール。このベストバランスは20対80から30対70、喉が鳴る美味しさのベストバランスです。沖縄から直送のオリオンドラフト、キーワードはマイルド、スムース、フレッシュ、ビター。オリオンビール、発売元は共同貿易です。時刻は8時29分です。スポーツニュースをお送りします。まずはプロバスケットボール、昨日の試合結果です。八村塁選手の所属するレイカーズはラプターズを128対111で下しました。八村選手は先発出場し、25分53秒間のプレーで14得点、4リバウンド、4アシスト、1スチールを記録しました。チームメイトのディアンジェロ・ラッセル選手は25得点、レブロン・ジェームス選手は23得点を決め、アンソニー・デイビス選手は21得点、12リバウンドのダブルダブルでした。バックスは大黒柱のヤニス・アデトクンボ選手が35得点、15リバウンド、10アシストとトリプルダブルの活躍でしたが、ウィザーズに113対117で競り負けました。その他は、ヒート対ニックスは109対99でヒート、セブンティシクサーズ対サンダーは109対105でセブンティシクサーズ、ティンバーウルブス対ロケッツは113対106でティンバーウルブス、キャバリアーズ対ジャズは129対113でキャバリアーズ、ナゲッツ対スパーズは110対105でナゲッツが勝利しました。大リーグカブスの鈴木誠也選手は2日のロッキーズ戦で今シーズン日本選手第1号となるホームランを打ち、チームも大勝しました。鈴木選手は本拠地のシカゴで行われたロッキーズ戦に2番ライトで先発出場し、1回に今季1号となる中越の先制ツーランを放ちました。鈴木選手のホームランは今シーズン日本選手第1号、打球速度は時速185キロでした。カブスはホームラン4本を含む14安打と打線が力を見せ、12対2で大勝しました。パドレスのダルビッシュ有投手はカージナル戦に先発し、7回3失点で今季初黒星。8回から救援した松井投手は一矢も取れずに降板し、2失点でした。カージナルスが5対2で勝利しました。レッドソックスの吉田正尚選手はアスレチックス戦の7回に代打で登場して2塁打を放ちました。チームは延長11回5対4で競り勝ちました。ドジャースの大谷翔平選手はジャイアンツ戦に2番指名打者で先発出場しましたが、チャンスで1本が出ず3打数ノーヒットでした。試合はドジャースが5対4で逃げ切り3連勝です。プロ野球の榊原コミッショナーは来シーズンの大リーグの開幕シリーズについて、来年3月に日本で開催することが決まったと明らかにしました。榊原コミッショナーは3日、都内で報道陣の取材に応じ、
3月に韓国で行われた大リーグドジャースとパドレスの開幕シリーズの視察に訪れた際、大リーグ機構のマンフレッドコミッショナーと会談したことを明らかにしました。この中で榊原コミッショナーは、世界的な野球振興に向けた大リーグの戦略の一環として、来シーズンの大リーグの開幕シリーズについて、来年3月19日と20日の2日間、日本で開催することが決まったと明らかにしました。対戦カードや開催地はまだ決まっていないとしていますが、関係者によりますと、大谷翔平選手や山本由伸投手が所属するドジャースの試合が候補に上がっているということです。大リーグの公式戦が日本で行われるのは、イチローさんの引退試合となった2019年3月のマリナーズ対アスレチックス戦以来6年ぶりということです。それではプロ野球の昨日の試合結果です。セリーグです。中日対巨人は5対2で中日、阪神対 DeNA は5対2で阪神、ヤクルト対広島は雨のため中止となりました。パリーグです。日本ハム対楽天は4対2で日本ハム。西武対オリックスは3対0で西武。ロッテ対ソフトバンクは4対2でロッテが勝利しました。以上、スポーツニュースをお送りしました。時刻は8時34分です。専門店天下取り、今日も元気に美味しい唐揚げを皆様にご提供できるよう頑張ります。事前に電話オーダーをいただければ待ち時間なしでお渡しできます。天下取りの唐揚げはグルテンフリーノー MSG。 ガルナ店は東京セントラルフードコート内、営業時間は午前10時から午後8時、コスタメゾ店はブリストルとベーカーの角で午前11時から午後9時までの営業。唐揚げ天下取り。時刻は8時35分です。 LA モーニング水曜日、サチがお送りしております。 YouTube 生配信の方ではチャット機能で楽しんでいただいております。さてさて、先ほどの私がよくわからない、はい、メッセージをお読みしたんですが、あたおかナンバーワンさんの合併ということにお答えが入ってますね。わさびのオーナーさんから合併ムカつくというふうに書いておりますけど何ということでしょうか。私はちょっと意味がわからない、まあ、ちょっとムカついてるっていう、ちょっと腹が立ってるっていうことなので、合併っていうところが何かちょっと非常に腹が立ってるということなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。それからちゃおちゃんからこけともおじいさんのね、メッセージで、台湾に、お店を持っていたので昔の従業員に連絡しましたというね、台湾の地震があったことに、のニュースにね、関連するメッセージいただいておりました。皆さん無事だったということでね、昔の従業員の皆様無事でしたというこけともじいさんのメッセージに対しての、はい、チャオちゃんからこけともじいさん皆さん無事でよかったですねとメッセージいただいております。こけともじいさんからは、こけともじいさんさんからは、チャオちゃんありがとうっていうふうにね、書いていただいております。ありがとうございます。わさびのオーナーさん、そうなんですよね、 MLB 開幕戦、せっかくなら東京ドームとかじゃなくて甲子園でやってほしいななんてね、いうふうに書いていただいておりますけれども、はい、来年度ですかね、プロ野球来シーズンの、来シーズンですね、来シーズンの、大リーグ開幕、日本で開催することが決まったということですよ。来年3月19日と20日の2日間、日本で開催することが決まった。まだ対戦カード
開催地が決まってないということですけれども、楽しみですね。さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。今日は私、サウスコーストボタニックガーデンというね、ところにちょっと行ってみたいなと思ったので、この曲を選びました。いい匂いがするといいですね。ミスター・チルドレンで花の匂い。
お茶どこの静岡のお茶だったら絶対美味しいわよね。中岡屋のティーバッグ、静岡煎茶、玄米茶、ほうじ茶は厳選茶葉を産地直送、だから新鮮、しかもお買い得。本格的な日本茶をお手軽にお楽しみください。お求めはお近くの日経スーパーで。ロサンゼルスの不動産スペシャリスト福留遥香さんのちょっとしたためになる不動産豆知識。では今日のテーマは、プリアプルーブなしでいきなり探してもいいものなんでしょうか。遥香さん、プリアプルーバルはぜひ取得してから探し始めてください。住宅ローンは事前審査をしてプリアプルーバルを取得することができます。これはいくらのローンを引くことができるのか、ご自身の予算を知る意味でも非常に大切です。また、良い物件があったときに、これがあるのとないのとでは、売り主からの扱い方が全く違います。プリアプルーバルがあれば、より真剣で、かつ支払い能力のある買い主だと認められますので、申し込みが他に入った場合などに優先してもらえる可能性が上がります。では、この続きは、はるかさんまで。310-782-7877 TGS ラジオトップページにありますスターツパシフィックパネルからもご覧ください。ドクター伊藤のデンタルアベニュー。この時間はリトル東京ホンダプラザデンタルクリニックコスタメサザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りします。この時間はドクター伊藤のデンタルアベニューです。今日もロフトデンタルスタジオ、そしてホンダプラザデンタルクリニックのドクター伊藤浩一先生と電話が今つながっております。では先生お呼びいたしましょう。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ですね、ラジオネーム何でも気になるさんからの質問です。伊藤先生、質問です。どうして人間は子供の歯から大人の歯へ生え変わるのでしょうかっていう質問が1個と、もう1つは、最近奥の歯茎が腫れてるようで歯磨きのたんびに少し出血します。どんなことに気をつけてケアをすればよいか教えてくださいという質問ですが、先生いかがでしょうか。はい、2つ質問がありますね、今日はね、はい、1つは、どうして子どもの歯、いわゆる乳歯から永久歯に生え変わるのか、はい、というのが1つで、2つ目は、この方の奥の方の歯茎が腫れていると、で歯ブラシをすると出血がしますということです ね、 ですね、はい、まず一つ目の質問です。簡単に言うとですね、なぜ乳歯と永久歯というのがあるのかということなんですけれども、はい、これはですね、ただ単に子供がこう成長して大きくなると、はい、大人になるで、子どもの顎って小さいですよね。小さいですね。で、この小さい顎に入りきる歯が最初になければいけない。だけど、大人になるときに骨格はどん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 大きくなって、背も伸びてきて、で、顎が大きくなるわけですよね。ですから、大人になったときにはやっぱり、その大人の骨格に合う歯が必要になる。まあ、そういうことですね、簡単に言うと。で、乳歯っていうのは全部で20本あるんですね。で、20本あって、で、永久歯は、これは32本あります。どういう生え方をしていくかって言いますとですね、生え変わりですね。まずは、下の歯の前歯、前2本。これが先に通常なくなります。で、その下から、大人の歯が生えていきます。で、今度は上の前歯。で、今度下の
この隣、前歯の隣の歯、2本目のね。で、こういう、こう、なんていうんですかね、ジグザグみたいな感じで、どん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 、こう、乳歯から永久歯に変わっていきます。はい、まあ、第1大臼歯っていう、奥歯があります。一番最初の奥歯ですけれども、はい、これは、大体6歳ぐらいになると生えてくるので、結構早いうちに生えてきます。やっぱり歯がこう生え変わっていくと、どん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 大人の歯に生え変わるということになります。親知らず。親知らずは、まあ、これ人によってやっぱり個人差がだいぶあります。でも大体そうですね、ティーネージャー後半ぐらいになってくると、こう生えてくる。というので、まあ、抜かなくていい人もいれば、やっぱり抜いておいた方がいいかと。なので、この質問された方、これ今度2つ目の質問に行きますけれども、歯茎が腫れている。で、これ歯茎が腫れている原因がたくさんあるので、やっぱりもし気になるようだと、やっぱり歯医者さんに行ってもらった方がいいと思います。というのは、ですね、どういうことに気をつけた方がいいのか、これはですね、どうして出血してるかによって、何に気をつけた方がいいのかっていうのは全く変わってくるのでね、この出血だけでこういうことに、まあ、一言で言えるのは、どういうことに気をつけた方がいいのか、できるだけ早いうちに、まあ、歯医者さんに一度行って見てもらうのがいいと思います。わかりました。ということで、今日の、はい、2つの質問に対しての今日の答えです。わかりました。いかがでしたでしょうか。はい、今日は何でも気になるさん、先生のご説明、お分かりになりましたでしょうか。先生、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。デンタルアベニューでは、あなたの質問をお待ちしております。ラジオアットマーク、tjsla.com までよろしくお願いいたします。歯のチェックアップ、どこに行こう？ホワイトニングしたいな。歯が痛い、虫歯かな？インプラント、日本語でしっかり説明を受けたいな。こんな時、インプラントロジストのドクター伊藤にご相談ください。一般歯科からインビザライン矯正まで、日本語で安心して治療を受けられます。オフィスはリトル東京とオレンジカウンティ。詳しくはロフトデンタル .com をご覧ください。海のしずくから新商品、海のしずくフコイダンリミテッドエディションが登場。九州大学と共同開発した沖縄もずく、メカブ、ガゴメ昆布から抽出したフコイダンを絶妙にブレンドした特許取得商品。北海道函館周辺の限られた地域でしか取れない非常に希少なガゴメ昆布。最高級のとろみが体の抵抗力、免疫力を強力サポート。大変希少な成分配合のため数量限定販売。お問い合わせは866-658-2233。海のしずく、フコイダン。リスナーの皆さん、登録はもうお済みですか？日本語放送のテレビジャパンに代わる新しいインターネット動画配信サービスがスタートしています。新しいサービス名は JME と書いて JME。 ニュースや大相撲中継などが見られるチャンネルや、ドラマや映画、バラエティなどが好きな時間に楽しめるオンデマンドサービスが定額見放題。今なら30日間無料で JME を視聴できます。詳しい情報は DJS ラジオのトップページにありますパネルからアクセスしてください。ただいまコマーシャルにもありました JME のお知らせです。テレビジャパンに代わる新しいサービス JME の説明会のお知らせです。4月6日土曜日と4月7日日曜日に、東京セントラルガーデナー本店とリトル東京店の店頭で JME のスタッフが登録方法などを丁寧に説明いたします。時間は午前11時から午後5時まで。
皆様のお越しをお待ちしています。詳しい情報は TGS ラジオトップページのパネルからアクセスしてください。ジェイミーからの説明会のお知らせでした。TJS Radio from Los Angeles, California. 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 時刻は8時54分です。さあ、チャットの方はまだまだ続いておりまして、合併ムカつくから話題が続いておりますけれども、わさびのオーナーさんから、合併ムカつくはエガちゃんのギャグの一つよ。はい、存じております。エガちゃんのね、あの面白い方、エガちゃんのギャグがいっぱいあって、その中の一つだということなんですけども、言い方間違ってませんか？大丈夫ですか？はい、かよかよさんから、台湾の皆さんにセンディングプレイヤーズという風で、お祈りのね、マークもついております。本当にご無事をお祈りいたします。スポットさん、これからお仕事ですか？それでは皆様、良い一日をといただいております。ありがとうございます。はい、わさびのオーナーさんから、スポット隊長、いってらっしゃいというふうにね、ウェーブする、手を振ってるマークがついてますよ。こけともおじいさんさんから、ちゃうちゃん、ポムさん、ありがとうございますということでね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。あやちゃんがご結婚されるということでね、はい、ちょっとこうご披露パーティーなどがあるんですよね。おめでとうございます。わさびのオーナーさん、はい、お仕事の方に向かわれるそうです。頑張ってください。 LA ドライバーボブさんから KKTM3ということで、これはコケトモじいさんということでよろしいのかしら。はい、KKTM3 さんになってますよ、コケトモじいさんさん。ね、かわいらしい。了解ですといただいておりますよ、ボブさんから。はい、ありがとうございます。どうぞこの後もね、あと何分ぐらいあるかな、4分か5分か6分ぐらいあるかもしれない、LA モーニング終わりまでチャット機能を稼働してますので、もちろんこの後はですね、 LA モーニング、から LA モーニングパート2までありますのでね、水曜日ですから。ですから、そう、あのボブさんがおっしゃったように、今日はね、朝の8時からだいたい2時間15分ぐらい、だいたいですね、朝の10時15分ぐらいまでLA モーニングから引き続き LA モーニングパート2に参りますので、どうぞそのままこのままお聞きくださいね。 YouTube もそのまま切らずに、繋いだままにしておりますので、チャット機能そのまま稼働できます、稼働してますのでね、メッセージ書き込めますので、どうぞお楽しみください。食物繊維、ご飯におにぎり、サラダにお豆腐、振りかけるだけで不足しがちな栄養を手軽にプラス、おいしく食べて大きくなろう。日本産ドラえもんふりかけ、食べようかよ。TJS Japaneseお届けしてまいりました LA モーニング、まもなくお別れの時間ですが、さあ4月のイベントといえば OC ジャパンフェアでございますよ。4月の19、20、21、金、土、日です。3日間あります。OC フェア&イベントセンターで行われます。出演者はミンミさん、デフテックさん、そしてユリアンレトリバーさんもいらっしゃいますよ。どうぞ皆様お越しくださいね。
TGS ラジオもブースを出します。 OC ジャパンフェアでお会いいたしましょう。さあ、それでは最後の曲、2024年の桜の開花は3月23日に高知からスタートし、先週から今週にかけては西日本と東日本で開花ラッシュとなりました。東京では3月29日に開花を迎え、平年より5日遅く、去年よりは15日遅い開花となったということでございますよ。ロサンゼルスでもね、桜が見られるところありますからね。どうぞ良いお日和になりましたら、皆様桜どうぞ見に行ってはいかがでしょうか。それでは最後の曲は月面石桜でお別れしたいと思います。この後は LA モーニングパート2、そして明日木曜日は陽子さんです。どうぞお楽しみに。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。私も今日は午後素敵なお花を見ていきます。皆様、今日も良い一日でごきげんよう。
ルルリーダルルリーダ、拍手いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。このまま見続けてくださいね。2時間15分で大丈夫だ。ボブさん。でも15分は休んでるだけです。まあでも、まあネットはつながってるから。YouTube がつながってるから、ね、確かに。まあその間も含め。2時間だと8時から10時で、ね、きっぱり終わっちゃうから。2時間10時半までではない。いや、今日はなんかポカポカとやっぱりいい気持ち。大丈夫ですね。適当にこちらこそ。ニュースネット今回桜の情報、まあ、4月の、うん、そうそう、あの見られるところとか見てる、まあ、あのイベント情報ではないけど、やっぱり桜見るっていうのは今だからの、ね、イベントでもあるじゃないですか。そうそう、今だから見られるのね。そんな話しますね。5月ももう一つ取ってあります、私。じゃあお願いしますね。調べないと分からないんですよね、なんか。そう。ニュースやテレビでやらないから、雑誌もないし。同時ジャパンフェア、あと2つイベントかぶっちゃってるんだよね。多分皆さん、同時ジャパンフェアの方来るでしょう。あ、4月ですか？そうなの。そう。はい。アニメとグランプリが、そう。5月だね。5月は LA カウンティフェアがあります。ああ、そうだ、はい。同じ場所だよ。5月3から27。そうそう、同じ場所にある。これはね、まあ、これからもフェアズいろんなところで、はい、ありがとうございました。ボブさん、コケトモ G さんじゃなくてコケトモ兄さんですよ。だって、うん、エガチャンネルっていう YouTube で皆さんが喋ってる言葉なのかな。面白いね。YouTube ね。YouTube もテレビの感覚になっちゃって。もうだって編集とかね、もうそれその道のプロの人なんかもいるわけで、ね。ここちょっと。いろんなことをやってます。という私も実は YouTube チャンネルございますよ。よかったらどうぞご覧くださいませ。ロサンゼルス発信のね、あの熟女3人が何かこういろんなことを喋ってるっていう熟女3人の YouTube チャンネルがあります。お友達とやっています。まあでもお友達って言ってもあのヒデさん、ヒデさん、はい、ヒデさんが編集で、ロサンゼルス気ままな熟女トークですやってます。さっちゃんですってやってます。まああの不定期で出してますので、だいたい月に2回ぐらいずつ出してますので、よかったら見てください。まあロサンゼルス発信なんで、ロサンゼルスの話とか、まあ今ちょっとこんなことあの面白いことあったのよみたいな話とか、まあ、そんなゆるい10分ぐらいの番組です。よかったらどうぞ、あの私が出ております、はい、声だけでなくあのベラベラ喋ってます。顔出しで、はい、そうだね、
で、水曜日はこの、8時から夜の8時から9時はクラブハウスやりますので、聞ける方いらっしゃいましたらどうぞお集まりください。ニュースレタータップできてる。そう、ニュースレターっていうのもあるんですよ、うん、DJS ラジオニュースレター、あのメールで何かをあのお知らせだったり応募だったりいただいた方、こちらにメールアドレスがある方には送ってるのかしら、うん、昨日希望者かな、そうかな、うん、あのよかったらどうぞ毎月毎月のイベント情報を中心にあのお届けしております。あのサムさんと私で、まあ、あのこう制作してます、まあ、制作というかホームページにタブがあるんで、そこからニュースレターの E メールアドレス入れていただくと、はい、自動的に毎月発信します、はいはい、TJS ラジオの、サイトのトップページ、はい、右下の方に、はい、右下の方にあるそうです。ニュースレターというところをを開いていただいて、ご自分のメールアドレスを入れていただくと、これから毎月毎月、4月号、5月号、6月号って、まあ、月に1回ですからね。で、その月の、そのロサンゼルスでのイベントが、まあ、中心ですね。まあ、たまに他の地方の、地方って言ったらだけど、他の地域、まあ、でもやっぱりロサンゼルスメインになっちゃいますかね。うん。また、この4月のニュースレターは、桜の見られる場所とか、お花がきれいに咲いている場所とか、ちょっとこう、特集してお知らせしておりますので、そんなのも見ながら、ぜひ、皆さん、素敵な春をお過ごしください。よろしくお願いします。ニュースレター、サチですって言って私が、作っておりますので、毎月お届けしております。本当たまに変わるの、そこは変わる。そうそうそう、そう、あのね、愛理ちゃんが3月号か、3月号あのインターンで来てくださってた愛理さんがね、やっぱりあのこの、まあ、仕事の一環というか業務の、ね、一環ということで、もう何でも経験ですから、こんなこともやってるのよっていうことでね、あの3月号をお任せしました。愛理さんが作っていただいたの3月号のニュースレターね。まあ、何でも経験でございますよ。でも、とても喜んで帰ってくださってね、よかったですね。いい経験できたって、なかなかね、うん。まあ、あの、現場の雰囲気も知っていただいて、現場の緊張感も知っていただいて、こういう時にはこういうことをしながら、こういうことをするっていうようなことが全部こう、組み合わさってお届けするのが、こういう、まあ、スタジオですとかね、インターテインメントの仕事ですので、まあ、そんなのも実際に現場で、はい、あの作業もしてくださったりもして、いい経験になったと思います、うん、はい、はい、こちら準備 OK です。はい、あ、コケトモじいさんから、コケトモじいさん、僕はじいさんで良いのですってお、新しい方ですか。はい、ありがとうございます。それではこの後はパート2、このまま参りますので、私もこのまま聞きますので、ね、皆さんもどうぞお聞きください。新海さんも登場いたします、ね、日本の情報なんかもレポートしてくださっていると思いますので、どうぞこのまま、はい、ありがとうございます。では私は来週水曜日です。ありがとうございます。あ、今日私お洋服も桜じゃない花だ、うん、そうそう、行こうと思ってボタニックガーデンにちょっと行こうと思いました。お洋服もさ、お花でございますよね。暖かくなったら花きれいに咲くんだけど、ロサンゼルスまた雨が降るみたいなことも言ってますけど、最高でしょうか。じゃあそれではどうもありがとうございました。またです。ではでは発信をしましょう。
Good morning, Los Angeles. The time is 9:20 a.m. Wednesday morning on April 3rd, broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. And for those who are listening on Asia Radio Kobe, it's 10 a.m. on Saturday. And it's 11 a.m. in Osaka Radio Balloon Listener on beautiful Sunday morning. So welcome to LA Morning Part 2. This is Samuel VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. This program broadcasted on internet radio, and you can hear us by using the TJS Radio app on your smartphones and tablets. You can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking the right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube and search us by the keywords TJS Space Radio and find today's day followed by LA Morning Part 2. YouTube has its own live chat function, so please send your messages and requests using this live chat function. So with the cooperation of the Radio Balloon in Osaka and Asia Radio in Asia, will be broadcasted on three radio network systems. Please send your messages and requests accessing our websites, request forms to tjsla.com or to balloon-r.com or to asia.radio. That's right, that's our website, asia.radio. And you can email us to radiomark@tjsla.com or to radioballoon123@gmail.com or to asiaradio@gmail.com. Please follow me on social media accounts such as like Facebook, Instagram, Line, KakaoTalk, WeChat, TikTok, and X under the hash LAMP2. That's hashtag LAMP2, okay? So we have Mr. Shinkai on phone later on with us from Japan, and we say good morning to him when he comes on time. So ですね、4月3日水曜日、時刻はですね、TJS ラジオの特例を見ますと9時22分を回ったところですね。さあ、今、アシアラジオでは土曜日10時、そして大阪ラジオバロンでお聞きの方は日曜日10時となりました。さあ、おはようございます。LA モーニングパート2のお時間です。今朝もロサンゼルスオールドトーランスにあります TJS ラジオスタジオの1から、今放送しております。さあ、お相手は私、VJ サムです。よろしくお願いいたします。先ほど、LA モーニングパート1のサシさんがおっしゃったようにね、4月なのにまだちょっとね、冷え込んでるというか、冷たいというか、でまあ、雨がね、こう、なんていうかな、あんまりないという変な言い方ですけども、たまに降るようになってきましてね、ちょっと、こういう、春らしいヒントが働いてますね。あと、桜ですね、桜もね、なんかこう、木がね、つぼみが出てきたような話が出ています。この、桜のね、見える場所、まあ、行く場所ですよね、イベントとか。これは、TJS ラジオのトップページにあります、ニュースレターを開いていただくと情報が入っています。4月号ですね、ありますので、よかったら、そちらでご覧ください。そちらでね、E メール登録されますと、毎月、送りますので、よかったらこちらも参加してください。さあ、お天気いきましょう。Let's go for the weather for the April 3rd.So, let's see, LA County is sunny and Orange County is sunny and Torrance is sunny. So, current temperature for Los Angeles County is 52 degrees centigrade, Fahrenheit or 11 degrees centigrade. And Orange County is 61 degrees Fahrenheit or 16 degrees centigrade. And expected high temperature for LA County, 59 degrees Fahrenheit or 15 degrees centigrade.Orange County is 70 degrees Fahrenheit or 21 degrees centigrade. Sunrise time this morning for Los Angeles County, 6:36 a.m. Orange County is 6:35 a.m. That's 10 minutes earlier compared to last week. Sunset time in Los Angeles County, 7:15 p.m. And Orange County, 7:14 p.m. That's 5 minutes later compared to last week. So if you add the two together, it's about 15 minutes more daylight.So, let's see if weathercast, average weathercast until this end of the week, till Friday is 59 degrees Fahrenheit or 15 degrees centigrade, partly cloudy.
And this weekend, we may expect some rain, 60 degrees Fahrenheit or 60 degrees centigrade. ということで、お天気のお時間でございます。そうです。4月3日の、天気図です。ロサンゼルスカウンティー、オレンジカウンティー、2つとも、そうですね、両方とも、晴れです。今の気温ですね、ロサンゼルスカウンティー、各地で52度、摂氏11度。オレンジカウンティーは、61度、摂氏16度です。今日の予想最高気温、ロサンゼルスカウンティー、各地で59度、摂氏15度。オレンジカウンティーは、各地で70度、摂氏で21度です。先ほどの日の出、ロサンゼルスカウンティー6時36分。オレンジカウンティーは6時35分でした。これ10分ほどね、早くなってますね、先週比べて。さあ、日の入りです。ロサンゼルスカウンティー7時15分。オレンジカウンティーはですね、7時14分、5分の違いになってますね。これ足しますと15分ほど、もう少し日が長く感じられます。さあ、平均の、予想ですね、週末までですけども。59度、15度ですね。大体ちょっと曇り型の天気になってます。今週末の土日ですね、少し雨が降るという方がいますが、60度、16度という感じになってますね。では道路交通状況いきましょう。ロサンゼルスノース方面、405のサウスロスコルブルバードゲティセンターの間で、6から8マイルに流れております。セントラル方面いきましょう。101ノース。フォースストリートアベニュー26、そしてもう一つ、ファーストストリートグランドアベニューの間で10から12マイルに流れております。101サウスメルローズアベニュー、ベルモントアベニュー9から15マイル、110番ノースのセンチュリーブルバード、エクスプレッションブルバード9から22マイルに流れております。110番サウスバーモントアベニュー、マンチェスターアベニュー9から15マイルに流れております。さあ、イースト方面行きましょう。210番ウエスト、ベースラインロード、フットヒルブルバード、8から12マイル。10番ウエスト、ケロクドライブ、ファシスコアビニュー、9から13マイルです。さあ、ウエスト方面、これ LX ですね、飛行場の方ですね。405ノース、センチュリーブルバード、セプルベートブルバードで11から13マイル。10番ウエスト、ウエストンアビニュー、ロバーツオンブルバード、またはナショナルブルバードの出口で、8から18マイルに今流れております。サウスベイ行きましょう。105ウエスト、パラマントブルバード、セントラルアベニュー、15から17マイルに流れております。91番ウエスト、ベルファーワーブルバード、アトランティックアベニュー、14から15マイルに流れております。OC 行きましょう。オレンジカウンティーですね。5番サウス、22番ウエスト、サンタアナブルバード、17から18マイル。405サウスビーチブルバード、マグノリアストリートの間で14から16マイルに流れております。さあ、ワシントン州行きましょう。ベルビューイーストサイド、405ノース、112番アビニュー、116番アビニューで15から17マイルに流れております。405サウス、68番ストリート、そしてイーストストリートの間で14から17マイルに流れております。502ウエスト、4DS ストリート、そして108番アビニュー、13から15マイルで流れております。502イースト、124番ストリート、51番ですね。12から13枚で流れております。じゃあキャピタルヒル行きましょう。502ウエスト、92番アビュー、120番ウエストランプの入ったところですね、17から18枚で流れております。502イースト、レイクワシントンブルバートから、イーストモントレイクブルペースの間の期間で22枚から35枚で流れております。さあ、ダウンタウンシアトル行きましょう。5番ノース、フェアビューアビニュー、セネキストリート、25から35枚で流れております。5番サウス、レイクビューブルーバード、スプリングストリートの間で35から45マイルで流れております。事故の情報入っておりますね、今。これはパラマント、これの3ですね、パラマントの方ですね。右ショルダーですね、肩が今、塞がっているので、91番のウェスト、レイクビューブルーバードからビルフラワーの間の期間に今、バックアップしております。これ、7分ほど前の情報ですね。ストップアンドゴーで今、なっていますね。5分から10分の遅れです。あとはですね、シアトルの方も1個ございますね。これは、車がですね、立ち往生している問題ですね。520イーストですね、これスピンワードグリーン、ポイント、フローティングブリッジのところで、今バックアップが、この橋の上で止まっていることなんで、結構な、渋滞になっています。ここで多分ね、15分から20分遅れますので、こちら、渡る方で、ね、気をつけていただきたいと思います。
じゃあこの後も安全運転でよろしくお願いいたします。じゃあこの後ニュースお伝えします。News lies. A strong earthquake hits Taiwan. So here's the latest. 9 confirmed dead and 934 injured. So according to Taiwanese authorities, 9 people have confirmed dead in Hurrian County at 6 p.m. local time. So total of 934 people were injured across the affected areas. And additionally, 56 people are believed to be stranded into the vehicles and mines rice. Okay, so tsunami warning has lifted. And so Taiwan Central Weather Bureau lifted its tsunami warning shortly after 11 a.m. local time. It had been warned of the possible tsunami up to 1 meter high shortly after the quake. So tsunami were waves of about 82 centimeters and were observed in Wushu in the northeast of and 54 centimeter and Chengjiang in the east. So Prime Minister Kishida message, he is deeply saddened by this disaster. Social media platform X says that Japanese Prime Minister Kishida Fumio said the disaster has left him deeply saddened. He said, we are sincerely grateful to people in Taiwan, an important friend who at the time of the Great Eastern Japan earthquake and Noto Peninsula earthquake gave us a heartwarming support. Kishida went and said to the Japan already to provide assistance necessary to its neighborhood according to the sea. Shinkai さんと電話をつながっております。じゃ新海さんをお呼びいたしましょう。Good morning, Mr. Shinkai。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いろんなものが今世の中、ね、アメリカもそうだと思いますけど、値上げされてますよね。そうですね。はい、ねえ、そんな中ですね、チョコレートも値上げされてますね。先月ね、はい、まあ、チョコレートの、ね、原料になっているカカオ豆ね、はい、カカオ豆がねすごい高くなってるんですよ今先月あたりからでね、ニューヨーク市場ではですねこのカカオ豆一時ですね初めて1トンあたり1万ドルを超えたということですねこれかなり、かなりの値上げが高くなってるんですねカカオ豆がでこれなんでかっていうと西アフリカあたりがね、このカカオ豆の産地ですけど、天候が良くなくてですね、で記録的な、不作、要は出来が悪かったんですね。なので、世界的にですね、このカカオ豆のこういかにゲットするかってこう、戦いが起きてるんですね。そう、ということで、かなり、高く、あるのではないか、もうすでに高くなってきてるんですね。例えば、今まで100円、日本円で100円以下で売っていたものがですね、10円値上げ、結構ですよ、10円高くなるっていうのはね。というふうにね、なってるんですって。なのでね、チョコレート好きの人は非常に痛い値上げになってますよね。使われるねお仕事なんて大変ですよね。そうだからこうねちょっとこう水とかねなんかあるいはベーカリーとかわかんないけどそういうところはそれ自体が高くなる可能性はありますね。ありますねアイスクリームとかね。はい。そうでまあチョコレートが値上げされている中ですね。はい、日本にイトーヨーカドーというものがあるんですけど。はい。
移動用稼働は頑張っています。食料品の中からですね、まあ、売れているものに関しては値下げを頑張ろうということで、はい。71品目を平均 10% 値上げしたんです、値下げしたんですって。うん、これ助かりますね。例えばですね、うん、コカ・コーラ、はい、コーラ、ね、コークですね、はい、コーク、値下げしたりしてるんですね。で、あとやっぱり、イトーヨーカドーくらいになると、何が強いかって、プライベートブランドがあるわけですよ、はい。プライベートブランドを値下げしていこうと。で、プライベートブランド、かなりいっぱいあるんですね。例えば、ベーコンとかね、ウインナーとかね、うん、この辺は値下げしようというふうになっているんです。で、これやっぱりプライベートブランドなんでこういうことができるかっていうとですね、まずパッケージね、はい、ありますね。パッケージのデザインの色をちょっと減らしてコストを削減しようじゃないか。ああ、楽したですね。そう。あと、まあ、フリートとしてね、物流ね。物流をちょっと、見直そう。これプライベートブランドだから自社でできるんですね。そう。で、あと、商品作りをシンプルにしよう。これどういうことかっていうとですね。納豆とかでタレが入ったりするじゃないですか。からしとか。入ってますね。はい、うん。その辺抜いちゃおうよ。シンプルに納豆だけにしようよ。うん、これはね、まあ、それでも全然だって、結局家で醤油かけたりしますからね、いいのかなって、別にね、うん、いいかなっていう気はするんですよね。そう、ちょっとこれはね、いい傾向になってるんじゃないかというふうに思います。はい。さあ、はい、そしてですね、もう一つ、このね、4月1日を迎えたということで、月曜日にね、はい、いろんなところで日本は入社式というものがね、行われましたね。うん、で、実は去年の5月に、新型コロナウイルスの、位置づけがですね、ちょっと緩くなったんですね、日本は。なので、実は、まあ、要はコロナが落ち着いてから初の入社式だったんですね、この4月が。そう。なので、今までね、絶対マスクしなさい。あるいは入社式をオンラインでやりますとかね、いう感じだったんですけど、ちゃんと人が集まって、で、マスクも、自由にしてください。つけたい人はつけてくださいとかね、感じで行われたんです。で、例えば、JAL ね、日本航空。はい、日本航空の入社式にはですね、はい、もちろんこれ録画ですけど、大谷選手もね、メッセージを送ったりしたんですね。あ、いいですね。これ強いですね。はい、はい、嬉しいと思いますよ。はい、あとね、はい、例えばマヨネーズで有名なキューピーね。キューピー、はい、うん、キューピーはですね、新入社員が、服を着替えてですね、レタスを収穫してですね、はい、マヨネーズを作ったりとかしたんですね。入社式でマヨネーズを作るってすごいなと思いましたね。すごい経験ですね。はい。そうなんですよ。そしてですね、例えば有名な、コニカミノルタ、ね、はい、ありますけど、コニカミノルタはね、東京都内にプラネタリウムを持ってるんですね。で、そうなんですよ。そのプラネタリウムの中でやったんですね。で、夜空一面に新入社員100人の顔が映し出された。これ面白いですね。で、ソニーがですね、大きなアリーナでやったんですけどね。はい。はい、ソニー、レコード会社も持ってますけどね。そこでですね、ソニーの所属アーティストのライブが行われたと。いうことでね、かなり、いろんな楽しい、新入社式がいろんなところで行われたんだな、なんていうのがわかります。ね、はい。ということで、この時間は以上です。はい、新海さん、ありがとうございました。はい。
週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている VS Around the Globe DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。 So stay tuned。ロサンゼルスの物件をお探しの皆さん、スターツはロサンゼルス不動産の売買、不動産投資、ロサンゼルスへのビジネス進出、オフィスリースをサポート。日本全国にある自社ネットワークを活用した日本帰国時の住宅斡旋まで行っています。ロサンゼルスの生活が長く経験豊富な日本人スタッフが対応します。不動産に関するご相談はどうぞお気軽にご連絡ください。電話番号は 310-782-7877 まで。ロサンゼルスの不動産のことならスターツへ。ブロードキャストフードワールド、レディオバルーン。Live Show。 皆様こんばんは。毎週水曜日夜9時はアシアラジオと、そして TDS ラジオ、サムとクリスがお届けする LA と日本の情報交換の番組になっております。皆様からのコメントメッセージも待ってますので、ぜひ聞いてください。お願いします。よろしく。 What happened on today?Today for April 3rd, back in 1892, the Ice Cream Sundae, the church minister John M. Scott and pharmacy co-owner Chester Platt claimed to have invented the Ice Cream Sundae on Sunday, April 3rd, 1892. Although there are many claims to have who invented this treat, there is the earliest that is documented proof for.He took out the newspaper ad for the ice cream ad on April 5th, 1892, and in the Changi Daily Journal reported he and Scott had covered dish of ice cream with cherry syrup and candied cherries. Men named the dish Cherry Sundae in honor of the day of it was created. It was an immediate sensation. Platter soon added the strawberry sundae andChocolate Sunday。 これ面白いですね。アイスクリームサンデーが、発明されたということなんですね。1892年の話ですね。教会の牧師ジョン・ M・ スコットさんと薬局の共同経営者チェスター・プラットさんはですね、1892年の4月3日日曜日にアイスクリームサンデーを発明したと言っているんですね。はい、このね、お菓子もお菓子でから、アイスクリームサンデーを誰が発明したかについてはいろんな主張があるんですけど、まあちゃんとね文章になっている証拠があるものは、このジョン・M・スコットさんとね、チェスター・プラットさんが一番古いということなんですね。で、彼らはですね、4月5日に初めてアイスクリームサンデーの新聞広告を出したということなんですね。で、どんなチェリーシロップと砂糖漬けのチェリーでアイスクリームを覆ったんですね。チェリーサンデーと名付けたんですね。で、その後ストロベリーサンデーとチョコレートサンデーを追加したということですけど、まだあそこね、トーランスの技術所の近くにはありますよね。あります。はい、まだあります。はい、ね、あそこは美味しいですね。あそこまでやってますしね。はい、あそこまでやってますね。はい、そんなわけで今日は、これとはサンデーができた日ということですね。はい、はい、続いて、はい、no, let's go to 1953, the TV Guide. The first issue TV Guide national issue is published. It covered the feature Lucy Bowles, the newborn son of the Desi Azell, the junior only local TV Guide has been published prior to this. はい、テレビガイド
が創刊されたんですね。1953年です。で、全国版が創刊されたということなんですね。ルシル・ボールの生まれたばかりの息子、デナシアーズ・ジュニアが表紙を飾ったということですけど、それまでね、地方版のテレビガイドはあったんですね。全国版ができたということなんですね。はい、続いていきましょう。Okay, let's go to 1965, the first nuclear reactor in space. So NASA launches SNAP-10A, the system for nuclear auxiliary power. It is the first nuclear reactor launched into the space and only fusion-powered system. Launched by the U.S., it stopped working after 43 days due to non-nuclear system malfunction. はい、1965年ですね、初の原子炉 NASA が打ち上げたということなんですね。NASA が NAP-10A というのを打ち上げたんです。これはね、宇宙に打ち上げられた最初の原子炉 でアメリカが打ち上げた唯一の核分裂発電システムなんですね。で、実はこれ比較システムの故障によって43日後に停止ということになっています。続いて、Okay, let's go to 1968, The Planet of Apes, the science five classic movie Planet of Apes is released. It started Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, and Lyndon Harris as Nova. An original script of the novel is based on the code of the technically advanced society of apes, but was challenged to the same production cost. The produced budget of the $5.8 million, it earned $33.4 million at the home box. はい、1968年ですね。はい、SF 映画の金字塔、猿の惑星が公開されましたね。主演はチャールトン・ヘストンで、ロディ・マクド・ウィールさん、そしてキム・ハンター、リンダ・ハンさんですね。原作の脚本と小説ではですね、技術的に進歩した猿の社会が描かれていましたが、制作費を節約するためにちょっとね、内容は変更されたんですね。制作費、予算が580万ドル制作されて、で、興行収入が3350万ドルだったということで、儲かりましたね。続いて、Okay, let's go to 1973, the first portable cell phone call. The first portable cell phone call is made. General manager of Motorola Communication Systems division called his rival at AT&T's Bell Lab from the streets of New York City. これ面白いですね。1973年、初の携帯電話による通話が行われたんですね。Motorola のジェネラルマネージャー、通信部門のジェネラルマネージャーがですね、ニューヨークの路上からですね、ベル研究所、ライバルですよね。ここに電話をかけたんですね。これ面白いですね。はい。ということで、日本を見ていきますとですね、日本橋開通記念日ですね。日本橋といいますと、もう一度東京のど真ん中にあるわけですけど、これは1911年のこの日ですね、東京都にある日本橋が木造から石橋に掛け替えられて、その開通式を行ったということなんですね。で、日本橋というとね、日本の国道、ね、国道の起点となっているんですね。だから、例えば国道1号の、スタートはここだったりね、国道20号のスタートはここだったりですね、そういうふうになっている、国道が多いということなんですね。さあ、誕生日見ていきましょう。Okay, that's for the birthday for the April 3rd. The first is American comedian and actor of Beverly Hills Cop, Eddie Murphy. So he was born in 1961 and celebrating 63 years old today. はい、エディ・マーフィーが誕生日ですね。1961年生まれで63歳になりました。さあ、続いて。Okay, next one is Japanese actor and comedian, Oizumi Yo, 1973, celebrating 51 years old today.はい、大泉洋さん51歳になりましたね。続いて。Okay, next one, Japanese actor also, Tanabe Seiichi, 1969, celebrating 55 years old today. はい、俳優さんですね。今日は田辺誠一さん、55歳になりました。続いて。Next one,
excellent Japanese actor, Goki Maeda, 1991, celebrating 33 years old today. Maeda Konki san, today is his birthday. He's 33 years old. Okay, Japanese singer and actress, Azusa Seno, 1973, celebrating 50 years old today. はい、瀬野あずささんですね。僕らのアイドルですね。誕生日を迎えられて、今日50歳になられました。以上ですね。はい、ありがとうございました。はい。さあ、ここで一曲かけましょう。先ほどご紹介しました、イディ・マーフィーさんの誕生日ということで、今日はですね、1961年生まれ、今日は63歳を迎えられました。彼の、ベバリーヒルズコップのテーマ曲を今日かけましょう。アレックス F ですね。これ、ハロールド・ファルター・メイヤーさんの曲です。どうぞお聴きください。海のしずくから新商品、海のしずくフコイダリミテッドエディションが登場。九州大学と共同開発した沖縄もずく、メカブ、ガゴメ昆布から抽出したフコイダンを絶妙にブレンドした特許取得商品。北海道函館周辺の限られた地域でしか取れない非常に希少なガゴメ昆布。最高級のとろみが体の抵抗力、免疫力を強力サポート。大変希少な成分配合のため数量限定販売。お問い合わせは 866-6000
6582233海のしずく福井団。リスナーの皆さん、登録はもうお済みですか？日本語放送のテレビジャパンに代わる新しいインターネット動画配信サービスがスタートしています。新しいサービス名は JME と書いて JME。 ニュースや大相撲中継などが見られるチャンネルや、ドラマや映画、バラエティなどが好きな時間に楽しめるオンデマンドサービスが定額見放題。今なら30日間無料で JME を視聴できます。詳しい情報は DJS ラジオのトップページにありますパネルからアクセスしてください。毎週土曜日の午後7時30分からお届けしているイビサカフェ、 DJ は横美香です。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。ロサンゼルス DJS レディオにステイチューン。ノーツの時間となりました、オープニングというかニュースでお伝えしましたけども、この台湾の地震ですね、日本と比べてどういった、この対策というかそういうふうなことをやってるのかということでね、先ほど YouTube の動画見てましたけども、これ結構ひどいですね。1995年の、阪神大震ね、その時の地震ですねの時と見て、ビルがこう傾いてで倒れて、そして崩れていくっていう姿をね、今回見ましたけども、今ちょっと調べてみましたけども、やはり台湾もね結構この地震のために、ビルのねこの横っていうかね、そういうふうにならないようなことの、レギュレーションは結構、厳しくやっているっていうことなんですけども、ただし今回はね縦揺れっていうかなので結構震度が、深いということで、これは大変ということで、ビルが3つ4つぐらいを確認して見てみましたけどね。でこれ、まあ、一つはですね台湾のチップメーカー、これは TSMEかな、台湾のチップメーカーもいろいろとこう影響してて、今これが止まってしまっているんですね。ということなのでこれは結構、時間がかかりますね。今日本も同じく能登、半島の事件の震動もですね、もうやっとこれ3ヶ月4ヶ月経って入っていますので、こちらも多分3、4ヶ月はかかると思います。皆様ね、これからのあれもね、気づいてほしいと思います。今ね、9人ザドリクエフミリが950人以上回っていますので、ちょっとね大変と思います。ということでこれテックノーズのお時間でございました。Time for the sports news. Okay, sports news. So, Japanese actor Sanada Hiroyuki throws the first pitch at the Dodgers.Games. Okay, Japanese movie star Sanada Hiroyuki threw the ceremony first pitch at the Major League Baseball game between Los Angeles Dodgers and St. Louis Cardinals at the Dodger Stadium on Sunday. So Sanada lives in the Los Angeles and is working as a both actor and a producer. He threw a ball with no bound towards Japanese pitcher Yamamoto.Yoshinobu, who serves as the catcher for the event. So Sanada told reporters before the pitch that sports and entertainment are a different world, but both bring people encourage, pride, and spirit. He said he feels a bond with Japanese player, the Otani Shohei Yamamoto,
and hopes to work together to bring the additional excitement to the baseball. さんの再び登場です。新海さん、はい。ではね、スポーツ見ていきたいんですけどね、はい。まずはこれすごいんですよね、早稲田大学ラグビー部がですね、女子ラグビー部を作ったんですね。7人制と15人制の日本代表経験を持つ横尾久子さんという方がヘッドコーチを務めるんですけど、まあ、今のところまだですね、部員は4人だけなんですね。はい、ただね、これ人が集まってきたら女子ラグビーもね結構ね盛り上がってきてはいるので、やっぱりこれねジェンダーレスというところもありましてね、はい、女子でもラグビーをやりたい方のためにですね、ラグビーを作りたいということなんですね。今後どういう風になっていくのか楽しみだなと思いますね。そしてね、先週末、日本でもね、いつもね、ロングビーチで、開催、アメリカでは開催されてますけど、電気自動車のフォーミュラカーのレースですね、フォーミュラ E、はい、ね、これ、LA 近辺ですと、ロングビーチの市街地のコースを使って行われますね。これね、日本では初めてですね、はい、市街地のコースを使って、お台場で開催されたんですね。うん、公道、いわゆる、ストリートレース、ストリートコースを使ったレースっていうのは、日本では、ラリーね、はあるんですけど、街中でやるというのはね、画期的なことだったんですね。で、これやっぱり何でできたかっていうと、やっぱりそこは SDGs ですよね。排気ガスも出ない、排気オンもしないというところでね、非常にクリーンなレースになる。というところで、じゃあ街中でやってもいいんじゃないのということで東京都が主催したんですね。これすごいことですね。うん、これ今後ね、こうやって、街中でのレース、公道レースというのは盛り上がりますので、この辺をですね、ぜひ注目、今後もしてほしいなというふうに思います。さあ、そしてね、高校野球がちょっと面白いんですね。高校野球ね、選抜大会が、先日まで行われていたんですけど、バットが変わったんですね、バットが。うん。飛ばないバットになったんですよ、飛ばない。ボールが。そう。反発力を抑えたバットを使うことになったんです。これなんでかっていうと、ピッチャーを守るためなんですね。そう、ピッチャーにね、鋭いボールが返ってきて、やっぱり危険だというところもあってですね。で、ちょっとこう、打球の距離が5、6メートル落ちるというふうに言われたんですね。で、実際どうなったかというとですね、結果的に31試合でホームランは3本だけだったんですね。そう。非常にこう、まあ、これがね、いいのか悪いのかちょっとわかりませんよ。ただ、過去のね、ホームランバット、ホームランの数に、例えば1975年は11本で、1984年はなんとですね、30本いってるんですね。で、92年に甲子園のラッキーゾーンというね、昔ね、外野にね、少しね、そこでピッチャーが練習するゾーンがあって、そこに落ちるとホームランというね、はい、ラッキーゾーンというのがあったんですけど、これなくなったことによって、1回一気に減るんですね。7本に減るんですね。で、そこからでもまた増えていってですね、で、2022年が18本。で、2023年、去年が12本だったんですけど、なんと今年3本になったんですね。はい。でもね、このことによってね、ね、ピッチャーを守るっていうのは、その、鋭い球が飛んでくるっていうのもあるけど、アウトが取りやすいという、ピッチャーがね、やっぱり、ボールを多く投げなくて済むというのがね、あるんですね。肩を守る、ピッチャーのね、体を守るというのもね、これによってね、高校野球もだいぶ変わっていくんじゃないかというふうに思いますけどね。はい、高校野球も、注目していただきたいというふうに思います。ということで、スポーツね、今日はちょっとね、短めですけど、以上ですね。はい。
わかりました。新海さん、また来週もよろしくお願いいたします。はい。はい、じゃあまたここでもう一曲書きましょう。今日はね、ウェイン・ニュートンさんの誕生日ですね。アメリカシンガーソングライター、1942年の生まれで、今日82回を、2歳を迎えました。で、彼の、曲ですね、ダンケン・シューン、1963年ということは、これ20歳の時の曲ですね。結構若い声で歌われます。どうぞお楽しみください。
はい、イベントの情報の時間となりましたですね。じゃあ4月いきましょう。4月19日から21日、エレコンベンションセンターでアニメネーションフェストが開催されます。よかったらこちらも見てください。また同じく、4月19日から21日の、金土日ですね。これマリーナグリーンパークで、アキュラグランドプリロングビーチがあります。ここでね、いろんな車でこのね、レースがですね、このストリートでやるということで、まあ、うちのやつなんですけど、これ結構ね、面白いですよ。見に行かれるのもいいと思います。さあ、また同じく、4月19日から21日、OC ジャパンフェアですね。はい、ティーズスタジオのブース出します。今回、ステージに発表されている方ですね、ミンミさん、デフテック、ユリアン・リトリーバー、そしてアページ・アン・トゥーン、めくれないページですね、があります。あとコスプレショーもございます。これ土曜日かな。これ酒テイスティングも一日中やっています。そして、もう一つね、この方です。ガンプ・鈴木さん、人力車でね、アメリカを訪問された方ですね。彼が、その土曜日の2日ですね、6時30分後かな、ステージ登場していろいろとお話をします。今回はですね、彼が、アメリカを訪問された映画をね、上映をする、話を話されます。これは5月11日、アームストロングシアターですね。こちらのトーランでございます。電車で来ていくなっておりますけども、トーランスアームストロングシアターで5月11日、1時から始まりますけど、映画は多分3時頃の上映かな。これ20ドルで、いますので、よかったら、チーズサイズのトップページにリンクがございます。アンストラムシアターでの購入となります。20ドルです。さあ、同じく5月11日、US スモーオープン、これ24回目ですね。これ、キャスティ・ウォンビーチであります。こちらでね、テイストジャパンでおなじみのホンダ屋さん、そして、そうですね、シーポイさんね、いろいろとこ日本のね、お弁当ボックスを出されるそうです。でもちろん、テイストジャパン続きます。6月21日から23日。今年はね、3日間やるんですよ、3日間。去年2日間だったので、今回は3日間。金、土、日と、アナハイムのガーデンウォーク。これはですね、ディズニーランドの少し南側にある、オープンモールですね。はい。そちらでね、テイストジャパンやります。ここも DJ ラジオブース出します。音楽聴けます。話せます。聞けます。いろいろでありますね。よかったらお願いします。さあ、今日はですね、水曜日。水曜日であればこれですよ。From LA to Sunset Radio。クラブハウスのみの、番組となっております。こちらですね、皆さんと一緒にね、お話ができる部屋で、いろいろとやりたいと。もうちょっと手を挙げていただくと、上げてあげますので、そこで、ね、いろいろと話ができます。ケイゾエレイさん、日本からはエイジさん、もちろんこちらね、パート1のサツさんもいただいます。私も出ます。よかったら今夜はクラブハウスでお会いいたしましょう。From LA to Sunset Radio Community でした。さあ、その後ですね、TV スタジオの番組続きますよね。9時からね、9時から、Wednesday Night Live Show、アシアラジオの、社長のクリスと、私はちょっと、簡単にね、1週間振り返ったことを、まあ、ちょっと15分ぐらいベラ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 と喋る、15分の番組です。これ9時からです。今日の水曜日、クラブハウスの後は、また TV スタジオのおもりになって、この Wednesday Night Live Show をお聞きください。ということで、イベント情報のお時間でした。Okay, how did you enjoy so far with the Wednesday's LA morning part?It's coming closer to the end of our 192nd broadcast on April 3rd. We hope that any topics, suggestions coming from you to talk them in this program. So please send your messages using our request form from our three websites. The first one is tjsla.com or to, balloon-r.com or to asia.radio. That's right, that's the URL, asia.radio.And of course, you can email us to radiomark@tjsla.com, radioballoon123@gmail.com, and to asiaradio@gmail.com. Okay?
And if it's easier for you, you can send me a message from the YouTube channel using the chat function. Please switches by the keyword TJ Space Radio during our live show. And don't forget to watch our studio come live from our website at www.tjsla.com. Okay? So see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. さあ、そういうことでお別れの時間はふっとなりましたね。さあ、明日木曜日の LA モーニングはようこそのナビゲーターをお送りいたします。こちらもお楽しみくださいね。さあ、ラジオの前のあなたからメッセージお待ちしております。E メールの方はラジオアットマーク tjsla.com、あるいは tjsla.com サイトのページになります。メッセージフォームからもお送りください。そして YouTube ライブもお送りしております。キーワードはですね、tj スペースラジオで検索されますと、こちらの番組が生で見えます。あとはね、アイカイもございますので、よかったらお願いします。で、公式チャンネル X もありますので、こちらでもね、いろいろアップしてシェアしていければありがたいです。ハッシュタグ LAMP2 ですね。はい、よろしくお願いします。さあ、リクエストいただきました。それでは、トールさん、いつもありがとうございます。今日はね、セバスチャン・バフのお誕生日、1968年56歳を迎えられました。スキッドローのメンバーなんですよね。ということで、この方の曲で、というかグループの曲で、I Remember You、1989年の作品でお聴いてお別れしたいと思います。さあ、今日のお相手は VJ 様でした。また来週もね、よろしくお願いします。楽しみに待ってください。Okay, VJ Sam signing off from here, okay? I'll see you this place, this channel, and this time, okay? I'll see you next week. See you. Bye.
あ、リズエルさん、お疲れ様です。そうか、ゴム風船さんね、雨なんだね、日本は。東京方面か。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。そう、この風船さん、すごいですね、天気。そうなっちゃうんだ、66。ああ、ありがとうございます。こっちの歌詞に合わせていただいてね。So I remember you. そうなんだ。ね、結構懐かしいですね。いや、台湾大変ですよ、本当に。僕、あの、動画ちょっと見てたんですけども、ビルがもう、こうなって、ほんと、わーっと。うん、見事に、一玉落ちない。コン。だから、一つのピラーが崩れた感じで止まっている。けども、それ、真っ昼間だからね、人が入ってて、大変なことになってます。うん、そう、沖縄の方もね、津波警報が鳴ってたという話でね、ニュース入っておりますけど、本当に大変と思います。ロサンゼルスもね、また今度来ないかなという気がしますけども、まあ、ちっちゃなやつが少しずつ少しずつやってるんで、まあ、少し、まあ、プレッシャーとかね、エネルギーリリースしてるんであればいいんですけども、まあ、大変です。はい、ということで、明日のね、エレンモーニング、陽子さんの担当でございます。よかったら見てくださいね。また私は金曜日、勝美さんと出てきますので、またお願いします。もちろん明日の夜は大人のラジオ。こちらは確か、ライブですね。収録じゃないでライブでございますので、はい、明日の夜は、大人のラジオも、ライブでございます。生放送です。またお会いしましょう。ということで、今日の、お相手は立ち食い J 様でした。また来週もよろしくお願いします。金曜日お会いしましょう。あ、今夜か。今夜の、クラブハウスでもお会いしましょうね。失礼します。
します。I'll see you next week at this time. So I'll see you. See you. See you. Bye. See you.